歌もクロス、スマホでカルチャー。こんにちは、エウレカです。さあ今日も歌もクロスやっていこうと思います。昨日はちょっとプレート編成の仕方みたいな動画を作らせていただきました。まああくまで初歩的な感じなのですがね、まあ何かしらこう初心者の方とかに参考になってくれればと思います。もうプレート編成ぐらい分かっとるわっていう方は別に見る必要はございませんが、そして先日までですね、総力ライブ生放送2日間、今月はね2日間だけでしたが、お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。なかなかねいい場面を作れたと思いますので、ガチャの引きも良かったですし、なんかランキングも、なんかできたような気がしまして、はい、なかなか楽しかったです。それもこれもねお付き合いいただいている皆さんのおかげでございます。これからもぜひともよろしくお願いいたします。熱く燃える命でいいのかな。あ、かなめさんが出てくるわけですね。なるほどなるほど。メガネのアドシトラール、みんなアドシトラールなわけですね。まあなるほど、かなめさんのもともと衣装はこうネクタイがついてる感じだから、まあバサラにちょうど良かったと、そんな感じのアレンジの仕方なんでしょうか。ロックンロールファイヤーイベントを開催ということで、これは何なんだ、バトルイベントなのかな。バーサラの立ち絵もちょっと雰囲気が変わったバージョンのやつですかね。星5確率3倍ワンデーダボーガチャ、こちらの方もやっていこうと思うのですが、衣装プレート解放ガチャ、これもやっていこうと思うのですが、でバーサラガチャもやっていこうと思ってはいるのですが、まずはイベントですね。イベントページへ参りまして、またイベントチケットがもらえるはずです。ちょっと見ていきましょうかね。かなめさんは喋らないと。はい、会話はスキップしていきます。ミレーヌはいつも困ってるような気がしますね。まあ、困らせてるのはバサラなんでしょうけど、はい。さあ、そうしましたらイベントが会場席受け取りまして、イベントガチャチケットやっぱもらえますね。でこれがこれがミレーニの分でしょうか。今月はねこのエピソードボーナスですね、エウレカちょっと両方とも持っておりますのでね、がっつりと進められます。あ、バトルイベントか。バトルイベントだとね、通常楽曲の回数報酬を進めることができないのでね、ちょっとね課題曲縛られちゃうっていうのは残念ではございますが、はい、そうしましたらミッションから見てまいりましょう。これですね、イベントミッション20個クリアで10連ガチャが引けるようになりますので、まずはこれを集めてまいります。はい、イベントを進めてまいりました。じゃあこれ歌唱席もちょっとガチャ分のね歌唱席必要なので一括で受け取っていきましょう。あ、600あれば十分かな。受け取るしたアイボルデルでありました。まあまあこれはいいでしょう。メカニックツールがもうあまりに余ってしょうがない。今月からねもらえる、そうチケットイベントでもらえるイベント報酬がバルキリーじゃなくなったので、もうメカニックツールの使いどころがもうないわけなんですよ。困ったもんですね。ではガチャページへ参りましょう。もうすでにねイベントプレートも手に入っておりますので、エピソードプレートがちょいちょい手に入ればいいかなと思います。あ、ちょっとこれやってないのでワンデーダボーガチャやっていきましょうか。これね、このフレイヤーのねフラワリングハートが欲しいんですが、まあ思い通りには来てくれないですね。読み込みなかったので星5はなしということですね。これはスキップしちゃいましょう。ほい、戻りまして、あとは衣装解放プレートガチャか。これもなんか先に引いとけよかったかな。まあ星5のね解放プレートですけど、解放プレートなんですけど一応星5の出現率は 20%、 かなりね確率は高くなっているんですが、
まあこれもそんなには気にしなくていいかな。エールがね、基本的に星6衣装以外は全てね揃っておりますので、うん、これもスキップでいい。あ、なんか星5出ましたね。 20% 引くことができました。まあまあよかったよかった。エピソードオーブにね切り替えることができますので、さあ本題のバーサラガチャをやっていこうではありませんか。余計なガチャは引いとけよかった。はい、こちら見ときましょう。フォールドがスコアアップね。ここんとこずっとこれですね。シェリルさん、ラッカちゃんとバサラも、最大 110% まで。どうなんでしょうかね、このフォールドハスコアアップ強いんでしょうか、使えるんでしょうか。この三角、だから楽曲自体が短めの時に活躍するプレートということでいいんですかね。なかなかなんとも言えないですね。レア役前7方は前の方がいいような気もするかな。2人じゃなくていいような気もします。これが星4ですね。旅の記憶、あちくんもいる、命、リアリティアップ5。あ、これが前か5。なんか珍しい表情のバサラさんですね。出現詳細もまた一応ですかね、毎回見ておきましょう。たまにね若干違う確率がね違う時がねたまにありますので、エピソードの方だけでいいかな。旅の記憶 0.71 も変わらずですね。ロックンロールライフも 1.600%。 まずは1回無理を引いてきます。ガチャチケット、イベントチケットだ。イベントチケットプラス歌唱席で20連回せりゃまあ十分でしょう。バルキリーは1機ですけど、どちらにしろ読み込みも何もなかったのでスキップしていきます。はい、やっていくんですね。戻りましょう。じゃあここからが割引、間違えた、先にチケットの方ですね。とにかく無料の方からね、無料の方から引いていかないといけないですからね。損はなるべく損のないように、いいかな。10回引くの、所持チケット、これも気をつけて。イベントチケット左側のやつですね、こいつですね。引いていきます。ちょっと通信中が長かったけど、まあ読み込みとはあんまか、あ、でも読み込みは入りましたね。なんかね、その始まる前のこの右上の部分の通信中が長かったりすると星6が出るような気もしないこともないんですが、バルキリーが飛ばないのでエピソードプレートは引けますがピックアップではないですね。残念。星5は絶対出ません。日の丸弁当最低パターンです。一応見ておきましょうか。瞳に宇宙姿は思った通り、熱く燃える命引けましたね。あ、重なった。オッケーオッケーオッケー。手助けがしたいと思ったのに心配かけちまったみたいだな。落ち着かない映画鑑賞。落ち着かない。どんだけ落ち着かないんだ。天使の投げチーズ。ラスト星4が SOS レイナ初期ですね。かなり初期です。一応シュトラールのプレートだったのかな。まあエピソードプレートが2枚重なりましたので、まあよしといたします。あ、これラックがプラス20になったのか。ラックが20になったっぽいですね。ハッキング担当レイナ、シュトラール古いですね。ラックが20になったのでチケットイベントの時、イベントチケット、チケットイベントの時に使えるようになりましたね。後で育てておきましょう。素材がねほんと足りなくなって、なんかチャームストーンのショーかなが、なんか不足気味になっちゃってます。エウレカは、はい、そうしましたら割引の300を引いてきます。今の通信中ちょっと短かったような、そんな気がするんですが、読み込みなし、まあいいでしょう。もうあのね、エピソードの方はだいぶ進んでおりますから、バルキリーは一気確定質問なし。まあどちらにしろね、読み込みがないのでほぼほぼ星5が出ないっていうのは分かっておりますのですが、最低パターン一応見ておきます。落ち着かない映画鑑賞、チェックメイト。熱く燃える生命、重なってきては2枚。こういう時はなんか引きが3枚、なんか引きがいいな。手助けしたいと思ったのに、うち引きが何なんだろう、すげえ硬い。やるな館長、やるなエウレカさん、チェックメイト。ラスト星4、ゴリゴリだったぜ、最高にゴリゴリだったぜ。これリアリティアップするとね、なかなかいい絵なんですよね。こんな感じですね。どうしたんだ、なんだ、こんな時に限ってエピソードプレートの引きが良すぎる。まあいいでしょう。
あとはエピソードオブで解放するだけですからね。はい、そうしましたら歌姫ページへぶっ飛んでいきまして、エピソード1欄、あっと三雲ちゃん表示になっちゃってるので切り替えていきましょうか。エピソードポイントのままでいい、これオールにすれば OK かな。オールで、はい、熱く燃える命プレートで解放していきます。イベントもねちょいちょい回したので、545まで進みましたね。シークレットボードが2つぐらい進んだって感じかな。小さな熱き旋律、これ大丈夫か、素材足りるか。あ、チャームストーンはそんなに使わないからよかったよかったよかった。まずは一括解放で500ですね。ニュルニュルニュルとストーンの小で、ニュルニュルニュルとストーンの中、ニュルニュルニュルストーンの大で、ニュルニュルニュル残り200で箇所席。シークレットボード、ここがねプラス15っていうところが寂しいっちゃ寂しいですね。これもともと30だったのにな。解放していきます。新しい能力が解放可能になりまして、歌唱席までまだ届かず、エピソードプレイト解放していきましょうか。150、190、まあまあここら辺の引きがいいのはうんありがたいことですね。ニュルニュルニュルといきまして、あれ残り 5? なんかあ、そうか、45中途半端だなこれな。まあいいや。シークレットボードの方も進めまして、箇所席10個を受け取りました。ニュルニュルニュルと残り465がエピソードオブで解放していきましょうか。あ、間違えた。失礼いたしました。戻るの、もう一丁戻る。で、アイテムで解放ですね。エピソードオブの台が、イー、リャン、サン、スー、行き過ぎ。15じゃちょっと行き過ぎか。3つまででアイテム使用。ニュルニュルニュルと残り105。うわ、5って中途半端だな。2つ使いまして、残り5。エピソードオープンの勝負。1個ですね。まあもったいなかったけど、まあいいか。アイテム使用。ニュル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 、コンプリート!受け取りまして、新しい賞ゲッツいたしました。なんかいいお尻してたような気しましたけど、ほい、じゃあちょっとホーム画面の方から見ていきましょうか。一応ちょっとバースデープレート設定してからですね、なるべくバサラ君を立たせるようなそんな感じにこのホームしておりますので、あとはお着替えをするだけですね。楽屋へ参ります。あ、いけなかった。楽屋へ参ります。この後ろで歌ってるみくもちゃんもええんだよな。はい、ギフトじゃなく衣装変更。ゆるゆると行きまして、アドシドラル。熱いぜ熱いぜ。はい、そうしましたらビューしてきます。かなめさんと、あ、そうですね、この若めはかなり要さんっぽい。足元のブーツも要さんのとほぼほぼ多分一緒なんでしょうね。色が違うぐらいで、いやかっこいいですよ。そしてね、この腰のねバンドね、ランカちゃんの時のと一緒で多分浮いてるんですよね。これ浮いてますよね、きっと浮いてますよね。うん、そうだと思います。はい、多分そうだと思います。まあまんまね、カナメさんと一緒じゃまずいですからね。まあ男の子バージョンにアレンジはされなされていらっしゃるようですね。うん、いいですよ。ネクタイとかなかなか素敵じゃないですか。はい、こんな感じです。ぐるーっと回して、ぐるーっと回して、はい、こんな感じですね。戻る。オッケーとかないな。このままでいいのかな。そう、ステータス見ますとね、衣装の所持数がね、どうしてもバーサラのね星6が取れてないのでね、1個足りないです。まあそのうち、復刻のところで出てきたら取りに行こうと思います。ホームに戻りまして、イベントページへ参りましょう。さてと、やばい、これ準備できてなかったな。
ベリーハードまではねフルコンできたんですけど、エクストリームはなかなか難しいですね。楽曲レベル24、もう少しっていうところでね、出張は今回ないんですけど、なかなか苦戦しております。あ、いいや、ちょっとこれエクストリームじゃあ挑戦してみようかな。エクストリームに挑戦を、歌姫の切り替えですね。でバサラ君センターに切り替えまして、さらにセンタープレート、これを切り替えます。バッチリですね。で、あとはここの部分の衣装選択もまだできていないので、これなんだ、プロミネンスシトラル、違う、シトル、なんだっけな、スタリットプロミネンスだ、スタリットプロミネンスからのアードシトラルにお着替え。暑いぜ、着替える、 OK と。であとは 3D フルにしなきゃいけないですね。 3D フルに切り替えまして、あとちょっとね今日イヤホンがなくてですね、はい、この状態でやっていこうと思います。せっかくねバサラの歌なんですけどね残念ながらとりあえず特別演出だけ、皆さんしっかり見ておいてください。エウレカはエクストリームフルコンボ、音が鳴らないからね多分フルコンボ無理だと思いますけど、これで曲やってきます。行くでファイヤー。いや、これ無音でやるのは厳しいと思うぞイサム・ダイソン、行くで。いい感じじゃねえか。でもスコア&ダメージかが編成されてるから多分赤くなっただけで、いやでもミスは多かったか、それでもいかがでしたでしょうか。多分ね、またあのポージング決めるところ以外は何ら通常と変わりはないんじゃないのかなとかは思いますが、まあそのうちね、最高だ、みんな一緒に歌ってくれ、そのうちね、またなんか衣装の特別演出の検証動画とか作ってみようかなとか思っておりますので。ただね、衣装の量がかなりあるんですよね、この歌マクロスさん。まだ200着以上とか書いてあったような気も、違ったっけかな、100着以上だったかな。まあでもね、それぞれの歌姫で、まあ、10着以上は多分衣装あるだろうから、まあそのね、歌姫が全部で10人いるわけですから、まあ早くね、そのうちハインチュ様、いつになったらね、ハインチュ様のね、あのザルドバーサ、あと何でしたっけ、オーラサーラ、そこら辺ね、いつ入ってくるんだか、まあ、一応ね、マクロスプラスの楽曲2曲入ってきてて、そこら辺入らないのかな。考えてみるとね、シェリルの宇宙兄弟船、まあ、あそこもそうなんですよね。なぜかシェリルバージョン、あの徳川喜一郎さんでしたっけ、徳川さんバージョンの宇宙兄弟船をなぜ入れないのか、なんかね、そこら辺も著作権、曲利用に関してのね、なんか制限があるから入れられないのか。メロディーチューバッカさんでしたっけ、チューバッカ、ハンソロ、あまあいいや、はい、そんな感じですね。なんかまだまだいろいろね、特に初代と、あと
このマクロス7に関してはもっともっと曲ありますからね。なんだかんだフロンティアデルタの楽曲が優先的に入ってきておりますけど、うん、初代とで、あ、初代とセブン、うん、ここら辺ももっともっとあるのでね、もっともっと追加していってほしいなと思います。まあ、これからもまだまだ歌マクロス楽しみですね。はい、そんな感じで今回は終了といたしますね。そうですね、久々に、ぜひともチャンネル登録、あとはグッドボタンよろしくお願いいたします。なんか気に食わなければバッドボタンでも構いませんので、バッドボタンもね押していただけるだけやっぱりこの YouTube 動画をアップロードしている上で皆さんのね心が動いたかどうかっていうのがこの動画の判定に響いてくるわけなんですよね。だからグッドボタン押されない、バットすら押されないっていうのがやっぱり由々しき状態なんですよね。反応がないっていう、うん、再生回数は伸びるけど反応がないっていうのは、まあ、それがね一番、うん、まあ一番というよりかは、まあ、反応があるのが一番ですね。はい、ということで、これからもよろしくお願いいたします。そうしましたらご視聴どうもありがとうございました。ちょっと今回は無理せずね、うん、なかなかねガチャの引きはいい流れが来てたんですけどね、この間のランカちゃんまで、うん、ちょっとここで途切れちゃいましたね、うん、粘らないです、20連で、うん、これで終わりで、うん、これで OK です。